天竜寺文書とは、京都州京区の天竜寺所蔵の古文書。鎌倉時代末期から大正時代にかけての2500点余りの古文書が保管され、主要なものは15の箱に収納され、とりわけ重要なものは牧子古本主立てになっている。天竜寺文書という名称の一方で、天竜寺が中世紀の度重なる火災によって消失して、 古文書も多くが失われてしまったために、天竜寺関連文書は、案文、住所案として作成された文書が現存している、事例が多い。また、天竜寺との関係が深く、江戸時代には一時天竜寺の達中とみなされていた、臨戦寺由来の文書が天竜寺に移されたために、本来であれば、臨戦寺文書と呼ぶべき、古文書が天竜寺文書の中で、 大きなウェイトを占めているのも特徴である。また、同様に関係が深かった、法教院由来の文書もある。豊臣政権以後には、天竜寺のある、佐賀一帯が天竜寺の寺領として編入されたことから、同地域の村落や、そこに流れる大井川の推理関係の文書も、残されている。また、江戸時代には、津島の伊庭園に派遣される、朝鮮州文職の資格者である。 古三石学を育成するための石学料が別途支給されており、石学料や異庭案に関する文書も残されている。また、寛永7年から幕末にかけての日記である年中、記録も現存している。ありがとうございます。